見えたらごめん。アキラ 100% 優勝 R1 グランプリ2017をじっくり振り返る。全裸の男がお盆を股間に当てて叫ぶ。そのスリルにみんな息を呑んだ。一人芸日本一を決める R1 グランプリ2017。参加者3792名の頂点に立ったのはアキラ 100% だった。波乱の今大会をすべて振り返る。A ブロック、レーザーラモン RG、横澤夏子、三浦マイルド、サンシャイン池崎、復活。過去の優勝者とファイナリストが揃った A ブロック。そこに復活してきたのがサンシャイン池崎。フジテレビの入校賞を食いちぎり、バリーン。と両手をクロスさせて飛び込んできた。その勢いのまま、1分、実際は1分42秒、でトトロをやりきるハイテンション芸でセオリーをすべてなぎ倒し、視聴者投票では 40% 台の圧勝。初のファイナル進出を決める。一方、0票に終わった RG。決勝進出決定の会見などでも、ずっとトランプの姿で場を盛り上げており、ネタバレを恐れないハートの強さが印象的だった。本番ではネクタイが青い、ゲットアウト、ヒアア。H G B3B 2 B 100 C 100 percent 100 Disho 100 100 100 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 2 1 1 4 5 0 0 2 sma 100 100 100 100